ギャラチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは仮面ライダーディバイスソードバイ Q、 これが確かラストになってしまいますね、で最初に始まります。エビリティライフ、今日はこちらの動画を見てもらいます。じゃあそれでは見ていきましょう。こちら A セット B セット、現在シールを貼った状態の中身でございます。なぜならば足にねパーツをつけないとこれシールつけられない部分があるんで、それをちょっと後回しにして現在でシールを貼った状態、すねの部分がねちょっとわからなかったんでやってみました。全体的にはちょっと微妙に難しかったかな、腕と足のねシールの位置が分かんなかったんで、そんな感じでこれから組み立てていきます。はい、まずは組み立てをしましたという言い方をしましょうね。こちらが、エビリティライブの組み立てた感じですね。あとは足のシールがまだできてないのでここから、貼っていきたいと思います。シールを貼るとこんな感じですね。ただ足元だけなんですけど、まあ結構大変でした。はい、これでエビリティライブ完成しました。これが完成した、ものでございます。まあ、得意の、向きはですね、反対側は空洞になってますので、右に持たせるか左でかっこよく持たせるかですよね。この向きがすごく大事なんで、左手で構えるような感じで、ポーズをとってみました。こんな感じのポーズが一番決まってますね。台座を使ってちょっと宙に浮かせた感じですね。こういう感じの飛んだ感じでポーズを取るのもなかなかいいもんだなと思います。いかがだったでしょうか。今回エビリティライフちょっと短めでございますが、完成いたしました。いやー本当に出遅れておりますが、頑張っていろいろ動画やっていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくです。